はい、こんにちは。日本改革徳津川です。津橋様、山根様、ピッツン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。画像提供ありました。2月18日、昨日ですね、錦糸町で中核派がデモやってたそうであります。こちらにですね、大坂正明、無実と書いてありますけれども、中核派大坂正明、74歳、渋谷暴動事件で指名手配。この時は警官に死人が出ました。2017年に逮捕され、昨年末に懲役20年の判決が下りました。74歳に懲役20年だと、終身刑に近いものがあるな。無実っていうなら、なんで45年間も逃げ回ってたんだよ。説明しろよ。こいつらおかしいと思わないのかね、こいつら。おかしいって思わないの？無実だったらなんでそんな逃げ回ってたの？おかしいじゃん。この上り持ってるじいちゃんは雇われただけでね、日本語読めないから中に何が書いてるか理解してない可能性もありますけれどもね。埼玉県蕨市で右派系デモ開催。蕨駅前に妨害の芝木隊とクルド人多数100人以上集合。クルド人、日本人死ね、日本人死ね、拡声器で、連呼しておりました。テロ組織、あとテロ組織、クルド労働者と PKK のハンドサインも、ハンドサインやってるやつも、おりました。そのクルド人の中にね、世論です。世界中でトラブル起こしてんのは、こういうとこなんだよね。難民申請が2回までになったから減ってくんじゃね？左翼はクルド人集めて大規模テロやろうとしてんだろうな。暴れて取り締まり自体できなくしてんだろう。左翼活動家がいろいろと入れ知恵してるみたいだ。和田議員なんとかしろよ。法に従って淡々と送還を。日本人死ねって言われて喜んでる日本人は頭おかしいのか。芝木隊に日本人いないですからね。送還前に子供をつければ、作れば逃げられる。川口わらびの日本人女性が危険。わらびなんかもう女は夜一人でコンビニに行けない状態。そうなんだ。こいつらから利益を得ている政治家がいるのか。仮放免制度という欠陥制度さっさと見直せ。やたらクルド擁護する自民はパーケンしこたま買ってもらってんだろ。和田とか新藤とかですか。いくらなんでも PKK 関係者だけは容認できん。まあ、テロ組織ですからね。テロ組織っていうか、トルコ空軍にミサイル攻撃されてから、内乱軍って見なされてんだと思うんですけれどもね。労働者党なんて、まるで政党のようになってますけど、テロ組織です。元動画はツイッター、国鉄。X って、頭が切り替わらない。私ぐらいの年齢になると。だから、いつまでもツイッター、国鉄、と言ってしまう、なんですけれども、クルド人、当のクルド人がですね、脅しのためにアップしたものらしいんですよね。見事な逆効果になってるけど、やはり知能に問題があるのかな。イスラム教はですね、他の宗教すべて邪教とみなしてですね、先住民がいたらイスラムに改宗させろって教えだから、強制なんか無理なんです、無理なんです。あいつらと共生するためには、全国の神社仏閣、全部モスクにしないといけない。あいつらは一歩も譲んないからね。大体ね、改宗は死刑って言ってる時点で、つまり足抜けできない。暴力団、広域指定暴力団でも、やめますってやめられるのに、やめられない。多宗教は邪教。だから、滅ぼせの時点で、他は邪教だなんてお前だけには言われたくない。お前らだけには言われたくない。芝木隊イコール共産党プラス令和プラス民団プラス総連が旗振ってですね、クルド人をしてる、先導してるみたいであります。拡声器はこいつらが持ち込んだようでして、伝統左翼プラス外国人イコールパヨ連合の目的はですね、とにかく世間を混乱させたい。高齢化した自分らに代わって、クルド人に暴力革命の暴力の部分を担当させたい。といったところでしょうか。
不法滞在者の応援してたらですね、外国人のイメージ立場が悪くなって、合法滞在者の芝木隊も立場悪くなんですけど、バカでそんなこと思いつかないんでしょうね。バカで、あいつら、難民申請2度までに、なった、警察が容赦なくなった、クルドも焦ってるんだと思います。日本人女性を焦ってでも妊娠させちまえば、日本生まれの子供の保護者として居座れると考えてると予想します。川口わらびの女性の皆さん、くれぐれもご警戒ください。夜間は一人でコンビニなどに行かないように、頼んでもねえのに勝手によそから来て連中にですね、日本人女性の自由な生活が制限されるなんて許せないですよね。いてくれとも頼んでね、来てくれとも言ってる、勝手に居座って、でこんな危険になってる。次の総理大臣、毎日新聞調査、この中にはいない 34%、 石破茂 25%、 川上陽子外相 12%、 高市小泉 9%、 同率河野太郎 7%、 野田聖子 2%、 岸田茂木 1%、 岸田 1% さすがだな。世論です。ゲルはないわ。またパヨに聞いたのが、まあ毎日調査ですからね、毎日新聞の読者に聞いたら、日本を一番ダメにするしそうなあのやつに人気が集まるのは、あの自明の理、選択肢のない地獄。高市さんがいるでしょう。高市さんが一番いいよ。石破茂が1位とか、世も末と。自民党員以外も対象に聞いてんで、石破総理っていうのがパヨの願望なんでしょうね。河野太郎5位転落。私みたいなか弱い一般人を訴えてる場合じゃなかったな。岸田 1%。この人いつも薄ら笑い浮かべて、しゃぐに触ること言うし、人に嫌われる才能がありますよね。せっせとね、あの移民政策やら少子化推進やってるし、同じ毎日の調査で内閣支持率 14%、不支持率 82% になってしまいました。まあ毎日の調査っていうのはですね、3人ぐらいの退職毎日社員が別会社作ってやってんで、当てにはできないですけどね。訴えられてる立場としては、河野太郎5位転落だけは信じたい。まああの、パヨからも右からも嫌われてると信じたい。石川県の LGBT 団体、金沢レインボープライド、レインボーですね、県と知事に能登半島避難所での男女共用トイレ設置と、まあ、ジェンダーレストイレってやつですか、同性カップルも男女カップルと同条件で入居できるような、まあ、仮設避難所とかですか、性的少数者への配慮した対応を求める要望書を提出と。世論です。そんな配慮してる余裕なんかないだろう。被災者に余計な負担をさせるとかありえん。切羽詰まってる状況の時は綺麗ごと遠慮してる。みんな必死なのに何わがまま言ってんだよ。この前見たけど普通じゃない。非常事態でも自分たちを優先させろってか。大多数のまともに人に配慮しろや。緊急事態になんでこんな自分勝手なの。被災者を利用すんな、政治利用すんな。同性カップルでも普通カップルと同じ条件で、これ許しちゃったらですね、あの平時も要求してくるよね。渋谷区ではそうなっちゃいましたけどもね。同性カップルでも差別しないで不動産屋は部屋貸してやれみたいなことになっちゃいましたけども、こいつらの特徴はですね、配慮の強要と、私が言う綺麗事をお前らが実現しろですね。これに対抗するにはですね、いい人ぶりたい欲求を封じ込めないと対抗できない。少数者に配慮できる私はいい人、これに付け込まれるんですね。そんなのはあのいい人でも何でもなくてですね、多数派の普通の人に我慢を強いるものなんですよ。いい人ぶりたいバカはそれ気づかないけどね。この動画見てる皆様のですね、配慮の強要と綺麗事実行の強要を見破る目を鍛えてください。よろしくお願いします。荒川区、江戸川区、葛飾区の公園その他公共施設から水道蛇口が盗まれる事件多発。新しく取り付けてもまた盗まれるんだって。現在までに盗まれた48件報告されている模様。世論です。金属泥棒か、蛇口マニアか。蛇口はネジ緩めて簡単に取れる。蛇口は真鍮だからキロ600円ぐらいで売れる。名古屋でも346個盗まれた事件があった。防犯カメラつけろよ。盗みと買い取りはグレーチングといい、銅線といい、
売れるとなったら何でも盗まれるようになってるな。グレーチングってのは側溝にかかってる網目の蓋ですね、道路の、車が乗っても大丈夫なような丈夫な、あれ盗んでいくやついいんだ。日本人はこんな安いわ、苦労するわ、すぐ捕まりそうだわの割の合わない犯罪しませんよ。だって今までやってなかったでしょ、こんなこと。作物だろうが家畜だろうが銅線だろうがマンホールだろうが売れるもの何でも盗むっていう不法滞在者の犯行でしょ、こんなのは。都内の押し込み強盗プラス 55%、 強姦プラス 59%、 雑で荒っぽい犯罪が激増してるんですよ。それもこれもですね、せっせと実習生逃がして不法滞在25万人まで増やした自民党のおかげですねこれね。なんとかね、お給据えるじゃないけど、考え改めさせないとどうしようもなくなんじゃないのこれ。中国国家外貨管理局発表、中国への外資直接投資額、中国に工場建ったり中国の株買ったりですか、2021年3400億ドル50兆円ぐらい、2023年330億ドル、5兆円ぐらい、マイナス 91%、 たった2年で1割になっちゃったそうであります。330億ドルは約 4.9 兆円程度、今日のレートだと5兆円ぐらいかな。世論です。穴が開いたバケツ状態、そりゃ信用を失えばこうなるわ、株なんか嫌になったらすぐ売るわな、すぐ売りますよ株なんか、嫌になったら。トップが無能で国が崩壊するのは中国の伝統、ビジネス環境自体が成り立たないし、中国共産党は信用の何たるかを知らない、コロ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 法律変えるしね、あとね、昨日までは良かったものが今日から突然ダメになって、で昨日お前それやっただろっつって捕まえるし、そんなことめんどくさいことしないでなんとなく怪しいっつってと捕まえるし、早く逃げないと大損だけでなく社員が逮捕されるぞ、ほぼ外資による急成長だったのに自力でやったと勘違いした結果、経済って詰まるところは信用だし、実体経済と信用経済っていうのはありまして、株なんかは信用経済ですね。株会社が一株いくら配当出しますよ、一株あたり100円配当を出しますよ、って言ったらですね、100円か、じゃあ5000円で買ったら、ね、年率 2% になるな、5000円までは買っていいかななんていうことで、値段つくもんですからね、やはり独裁国家の経済成長には限界があるようだな、中国から金が逃げ出してるのは事実みたいですね、食い詰めたからって言ったって頼むから日本に来んなよ、頼むから来んなよ日本には、北京、香港、蘇州で3つの子会社を展開している日本大使さん、商売大丈夫ですか、大丈夫。株主が河野一族の11人しかいない同族会社で、太郎が代表の自民党神奈川15支部に毎年毎年400万円寄付している日本大使の商売は大丈夫ですか、生き残りたければね、中国がで日本大使生き残りたければ、もっともっと中国共産党にこびてこびてこびて優遇してもらわないとね、賄賂の額も基準だよって話ですね。その他のニュース、東北電力女川原発2号機、9月に再稼働で調整、永田町でしつこくしつこく500回も5人ぐらい集まって反原発の歌を夜中に歌う迷惑団体、反原発歌う隊の会、脱世の皆さん血涙ですね、ここは一番きつい揺れと津波にも耐えて頑丈さから避難所にもなったところでありまして、全く停止する必要もなかったんですけど、日本を滅ぼしたい菅直人が止め上がったんですよね。菅直人は次の選挙には出ず引退らしいですけど、やつがね安らかな老後を送ることを許せんよ私は。何らか の罰を受けてもらいたいな気持ちがありますね。子供を諦めた20代に理由を聞きました。1、お金がない。2、出産育児する自信がない。お金がないは税負担率 47% ですからね。稼いでも稼いでも取られちゃうからね、国に。私が20代の頃は 35% 程度で、もっと楽でしたよ、結婚、出産、育児。
段階世代が20代の頃はもっと低くて 25% 程度で最楽だった、2位自信がないはネガティブ情報がなんせ溢れてて SNS その他に、それに惑わされてる、それに溺れてる印象を持ちました。キャリアの足かせになるのではないか。父親に文句ばかり言う。母のようになったらどうしよう。自分がされたようにいい子でいることを強制してしまうのではないか。夫が育児に非協力的だったらどうしよう。先輩が仕事と育児で疲弊しているのを見るとおじけづく、などなど、これがね、少しの間違いもしたくない、わずかな被害も嫌だ、ほんのちょっとの損も嫌、そんなんだったらむしろ何もしない方がいいっていう無痛主義というものかと納得しました。時代の流れですね。リスクを取らない無痛主義ってあるんだって。ちょっとの被害も嫌、ちょっとでも痛いの嫌、ちょっとでも損するの嫌、で何もやらない無痛主義って言うんですね。共産党議員もね、豊島区の共産党議員もですね、完全完璧を求めてよく議事を停滞させておりました。もう到底おごりっこねえような事態、こうなったらどうすんですかみたいなこと言って、議事進行妨害ですね。今から夫を殺す、埼玉県大宮署に電話して90歳夫の頭を複数回バットで殴った82歳女性逮捕、夫への不満が爆発したと話している模様。90歳の夫の命に別状なし。じいちゃん一体何やったの、90歳にもなってバットで頭に殴られるぐらい一体何やらかしたのじいちゃん。日常的にこのばあちゃん小突いてたとかそんなだったら全然同情できないですけど、しかもバットで複数回頭殴られて命に別状ない90歳っていうのもすごいなぁ、思います。ツイッターマッピング AI 解析で判明、韓流ドラマの支持者は視聴者は50代女性マスゴミ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 太郎がですね絶叫するですね若い女性に人気は全くの嘘だったと、まあ知ってましたけどもね。高い枕、値段でなくて頭の位置が高くなる高い枕、値段でなくてを使っていると脳卒中のリスクが高まると判明。皆様の枕の高さ、値段でなくては適正でしょうか。あんまり高い枕使ってるとダメらしいですよ。私は横向けうつ伏せで寝たりするんでまあないんですけれどもね。というわけでメール党員になって、日本改革とご支援いただけませんでしょうか。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。